ツがつきよう。無事な高等団のナンバー2。いやあ、お嬢さん、やっぱりただの学生記者じゃなかったみたいだね。そしてようやく会えたな、国民。ムジナを抜けた者にもう月なんか残っちゃいない。あるのは死だけさ。これは影。奈良一族以外にも影を操る術が。これが俺の月影の術。満月の下で最大の力を発揮する。何？ちょっとびっくりしたけど、俺たち4人をたった一人で相手にするつもりかよ。いや、互角だよ。見せてあげよう、月影の真髄を。影は満月の光で最大の力を発揮すると。お前たちは月がない。降りた。だから分かってる。本体を鬼通しだよ。もうおお、惜しい惜しい。だがどこまでそいつも守りきれるかな。もうダメだ。あの時逃げたツケが。これは一体宝月城で何が起こってるんだ。とにかく囚人を誰一人ここから出すわけにはいかない。総動員で対処するぞ。好きなだけ術を使うがいい。全力で自分自身と戦え。お前たちに月があれば力尽きるまでに倒せるかもしれないな。大丈夫か？ボルト君、あいつは強すぎる。何かいい手は。これ僕が知る限りのムジナの悪事の記録と
ボスの秘密を書いておいた。もし僕があいつに殺された時のために持っておいて。何の巻きになってんだよ。ここまで来て諦めんな。ムジナの一員だと知って僕はただ怖くて逃げたんだ。いつの間にか悪事に加担してた責任も取らずに、そのツケが回ってきたのか。後悔してんならなおさら、生きて帰って王道団の悪事を証言すべきだ。それはとにかく走れ。最後まで諦めちゃダメだ。ここにはやらせねえ。自分と戦うとなかなか厄介だね。まずい。って面倒なことに早く始末をつけないとな。ライトの光を避けて。なんだこれ。ひょっとしてあの術ボルト君に伝えなきゃ。でも これでよし。お前たちの月もここまでだ。こっちは私たちと違って疲れも感じない。このままじゃボルト君たちは僕を守るために。そうだ、僕はずっと足で待っといて。自分から死にに来るとは殊勝だね。よく聞いてくれ。奴ら何のつもりだ。いたぞ、あそこだ。邪魔だ。なるほどね。それが本当なら待ってて。ありがとうな黒人。うまくいくかわからないけど、このまま何もせずに後悔したまま死ぬのは嫌だなって。大丈夫だ。月は俺たちにある。死ぬにはいい月だ。そう思わないか。全然終わり。ライト敵に勝って学習しない小僧どもだ。こっちや。
光で生まれた影は他の光の中じゃ存在できない。コンクリの予想通りだぜ。二度はさせっかよ。月影分身が俺の全てじゃねえ。あの剣消えないの？無事な強盗団を舐めるなよ。お前たちごとき始末するのにわけはない。もうろくに力も残ってないだろう。だったら試してみるか。俺のだけじゃねえ。俺たち三人分の力に勝てるかどうかをだ。ミッチー、分かったよ。そうだ、そういうこと。ああ、俺たちみんなの力でな。僕も少しは役に立てたから。もちろんだけどさ。無我夢中だったけど、どうせ死ぬならやれるだけやってやるって思ったら、なんとかなるもんだね。んだよ、大げさだな。残ってる。泳ぎは得意だって言ったろ。あいつは大丈夫、沈んでいったよ。もう力尽きてたみたいだ。ボルト君の言った通り、月はこっちにあったみたいだね。そこにいたか。待ってくれ、話を。こちらです。この葉の忍び、ありがとう。サンちゃん、どういうことだったのさ。上司と連絡がつかなくなった状況を重く見たナルトが、草学園の大名と連絡を取って僕たちを派遣したのさ。それじゃあ、ブルゾンさんは心配ないよ。ここは私は気を失っていたのか。よかった、やるじゃねえか、父ちゃん。しかし脱獄とは派手になったね。まあその必要はなかったけど。どういうことだ。彼の刑期は不当に伸ばされていた。本来とっくに終わってたのさ。外に出られるんだね、僕。なんだよそれ、押し抜けだぜ。なんだか、ごめん。そうだ、これコグリがまとめたムジナ強盗団の情報。まあ本人から直接聞いた方が早いだろうけどさ。あ、そうだね。確かに受け取ったよ。はい。来たくない場所だね。
そう、僕は結構楽しかったけどね、ここでの暮らし。マジで言ってんのかよ、お前。うわ、ほっとしたら急に腹が減ってきた。帰ったらまずは考えバーガー腹いっぱいすぜ。相変わらずだね、ボルト。とにかくこれで、ああ任務完了だってばさ。ボスの仲間。この手帳によると屍分身という術を使うらしいけど、殺した相手になり変わる術か。間違いないかな。はい、手帳に書いたことが全てです。ふぅ、きっときっと。やっぱシャバの国民が一番です。おお、大月城帰りは違うね。お勤めご苦労さんです。あっあっ、へへ、箔がついただろ。何言ってんの、たった1週間でしょ。あっちなら1週間も耐えらんない。自由に食べられないなんて無理、死んじゃう。隔離の今頃、久々の外を満喫してんのかな。あの人は無事な強盗団の追手を避けるために遠い場所に旅立ったみたい。新しい名前で新しい生活を始めるんだね。そっか、ちゃんと別れの挨拶くらいしときたかったけど、しゃあないか。どの面下げて戻ってきた。バーク、俺だ。まさか。おかしい。そうだ、お前らの同僚の少女児様だ。ですが、お頭は捕まるとき月夜さんに成り代わって正体を隠してたんじゃ。血とアクシデントなんてな。こいつに急いで成り代わるしかなかった。だが裏切り者は始末したぜ。無事な強盗団の情報と俺の術はほのかにバレたな。まあ仕方ない。また巡ってくるさ。